コルビンヤーノ主は、ハンガリー王マーチャー主一世の諸子。フニャリ伯爵、スラボニア公、オパバグープチツェグーグフリプトフの公爵。クロアチア及び、スラボニア総督。ハンガリー王にして、ボヘミアの対立王でもあった、マーチャー主一世と、ゲオーストリアシュタイン出身の、平民女性バルバラエーデルペックとの間に、婚外子として生まれた。不王は二度の結婚で、 着出死を設けられなかったため、ヤーの種は父にとって唯一の子であった。マーチャー種一世はヤーの種をハンガリー王位の後継者にしようと目論んだが果たせず、代わりに一人息子に与えられる限りの養殖や財産を確保した。ヤーの種は1481年に8歳で、フニャディ白爵リップトフ公爵に除せられた。オロモーツの和訳の締結より、 前の1477年頃には、マーチャーュは、ボヘミア王官僚の一部だった、シレジアのグーグフ公領をヤーの種に授けることに決めていた。この構想は、グーグフ継承問題において、1488年に、正当な相続者だった、ジャガン公・ヤンニセイを追放することで、ようやく実現した。1484年トシェク公プシセミスワフが男子なく死ぬと、 マーチャーシュ王は、トシェク公領を、自身の所有とした。ビクトリンス、ポジェブラトに、オッパは公領を譲らせた時は、代償として、スラボニアの複数の城の所有権を引き渡した。こうして王が入手した二公領はいずれも息子ヤーの主に、授けられた。1485年グープチツ公領の最後の、後継者、ヤン三世が死ぬと、マーチャーシュは、 同高領の国家貴族を宣言して没収し、こちらの領地もヤーノ主に譲った。しかし1490年にマーチャー主一世が死ぬと、不王が半ば強引にかき集めてくれた膨大な資産、領地をヤーノ主が保持するのは途端に難しくなった。シレジアにある数多くの所領のうち、ヤーノ主はビクトリンス、ポジェブラトが返還を求めていたオバ,バ高のみを返還し、 残りは確保することを決意していた。ところが、ハンガリーの時期国王,王座をめぐるボヘミア王、ブラジスラフとその弟ヤンオルブラフと、ハプスブルク家の皇帝マクシミリアン一世の三つ、ともえの争いは、ヤーの主の決意を打ち砕いた。ブラースロー二世は、ボヘミア王の総主権を行使して、ヤーの主からグーグフ考領を取り上げ、ハンガリー国王選挙で自身が選出されるよう便宜を、 はってもらった見返りとして、弟ヤンオルブラフトに担保物件として差し出した。1498年ヤンオルブラフトが、グーグフ公領をを兄王に返還した後も、同公領がヤーの主に返還されることはなく、正式に、ボヘミア王官僚に帰属したものとされた後、翌1499年、ウラースロー2世のマッテージグムントに、ボヘミア王官の報道として与えられた。 さらには1501年強制的な領土交換によって、オパば交流も王に譲渡させられ、こちらもジグムントの報道とされた。1496年クロアチアの最有力貴族の一人、ベルナルディン・フランコパンの娘、ベアトリーツァ・フランコパンと結婚し、間に三人の子を設けた。ヤーノ氏は1504年、31歳の若さで死んだ。三人の子供たちは、 父親の死後数年間のうちに死んだ。家領を受け継いだ未亡人は、ブラースロー二世の老いで、ドイツ人のブランデンブルクアンスバッハ編脅迫、ゲオルクと再婚した。ヤーノ氏は1486年頃、ビアンカ・マリアス・フォルツァと一時婚約していた時に、ビアンカに送るために制作されたバルダッサーレ・ステンセによる見合い用の肖像画は、現在ドイツミュンヘンのアルテピナコテークに所蔵されている。 ヨハンコルビヌス・インデア・ダテンバンク・ケデシュ・トニス・デ・ランダス。ツアゲシ・ヒテ・デ・ランダス・ニー・デ・ステライク。ハット・カール・ネア・リング・マタイアス・アイ・コルビヌス・イン。ノイ・エド・イチェ・ビオグラフィ。バンド16。ダンカーハンブロット。ベルリン1990。ISBN3 から428001974。S407409. カール・ブローシャールト。コンラート・エックス・フォン・ワルズ・イン。 シュレシシャレーベンスビルダーバンド X2010ISBN 978から3から 768635080S67 ありがとうございます。